はい、皆さんこんにちは、アシアです。今日はロシアからのニュースについて引き続きお伝えしたいと思います。前もね、ロシアの今について何が起きてるかとかどういう状況なのか伝えてきたんですけど、新しくいろいろとどんどん情報更新されるので3月24日の時点のニュースをお伝えできたらと思いますね。日々暗いニュースばっかりで、戦争が始まっても1ヶ月ぐらいなんですけど、何よりも一刻も早く終わってほしいです。では始めましょう。今日は珍しくパソコン見ながらなんですけど、国内で戦争反対のデモなどでちょうどこの1ヶ月で拘束された人が1万5000人、1万5000を超えました。1万5095人です。今までだったら戦争反対で逮捕されたりとかもあったし、例えば雪が降ったなんかアスファルトかタイルの上にこう戦争反対って書くだけで罰金になった人も、なんか本当に戦争反対だけじゃなくて平和を求める書き込みだとか、こうやってルックに戦争っていう言葉が線を引いてあって平和っていう、これがこれだけで拘束されたり、あとは日本のニュースでも見たんですけど、2つの言葉って書いてあるその紙を持った女性が拘束される。2つの言葉、ただ2つの言葉しか書いてないです。だからみんな頑張ってこう言い回しに伝えたいんですよ。なんか星マークだけ、なんかもう言っちゃいけない言葉、星マークになってる、それだけ書いてある、それ全部ダメです。それで皆さんも多分ニュースで見たと思うんですけど、ロシアの国営テレビの第1チャンネルでマリナ・フシャンニカワさんはもうすごい有名になったんですけど、それでプラカード持って生放送中に出て戦争反対を訴えて、ずっと今まで国営放送で働いてたマリーナさんは仕事辞めてるんですけど、ロシアから出ないって言ってます。でもロシアにいるのはさすがにそれは不安怖いとかかもしれないんですけど、この人は海外に行かない、ロシアにいるって伝えたのはもうすごい勇気を持ってる人だなってみんな思ってます。その放送事故があってから実は見たんですけど、その国営放送が生放送を1分遅らせてるらしいです、らしいっていう情報が聞きました。やはりこれからもそんなあるかもしれない、防ぐためだろうね。あと戦争反対を訴えたロシアの著名人、有名人とか歌手とかアーティストもロシアから出ていく人最近ちょくちょくいます。ただその人がもうロシアを出たとかは集中せずに休暇に行きましたとかっていう人もいるし、まあでも逆にも戦争反対だからもう今後はロシアで住めないっていう人もいて、であとは最近、これは本当に新しいんですけど、このニュースは新しいのがプーチン大統領の特別代表が辞任してロシアを出たっていうニュース届きました。アナトリー・チュバイスっていう方なんですけど、この人の名前も子供の時から知ってる、本当に結構大物の政治家で、もう昔からいて、昔からそのね結構偉い人なんだけど、この人がまさかね辞任とロシアから出るっていう、びっくりですね。まあその軍事侵攻が始まって以降の一番偉い人だから、かなり大きなニュースです。あとちなみにその政府関係の偉い人で言うと、オリビラ・ナビウリナっていうロシアの中央銀行の総裁、一番偉い人ですね、辞任をお願いしたらしいんですけど、プーチン大統領はそれを辞任はさせなかったっていう報道、そんなニュースは私は見ました。はい、これですね、ナビウリナ総裁、プーチン大統領がウクライナ侵攻を命じた後に辞任しようとしたが引き止められて、関係者の4人から明らかになった。あとはインスタグラムやフェイスブックを運営してるメタっていう会社、メタ、それはロシアで裁判で過激派組織として
登録されました。なぜかっていうとね、ちょっと複雑なんだけど、あれですね、何かに関しての何かの発言を OK にしたというのがあって、それを受けて過激派組織として登録されて、でもその裁判があったのは数日前なんだけど、ただしその決定は有力になるのは1ヶ月後だから、まだ確実にではないんですけど、でももしそうなったら、例えばインスタグラムのマーク、ロゴ、フェイスブックのロゴとか、例えば名刺で印刷してる人、それがもう完全にダメになりますね。それも犯罪扱いになるらしいです。あとはですね、ナワリヌイ氏禁錮9年っていう決断されたんですね。まあ皆さんナワリヌイ氏ご存知でしょうか。知らない方ぜひウィキペディアなどで調べてみてみてください。私は前々からこの人知ってるんですけど、まあこういうご時世の中でね、まあちょっといろいろ本当に長いけど、まあ、これも伝えたくて、まあ聞いたことあるけどよくわからないっていう方、少しでも興味あればぜひ調べてみてください。結構いろいろとすごいんですよ。なんかこういうニュースって今まで日本でそこまで報じられなかったけど、最近本当に注目されるようになったのも世の中変わったな、すごいなって思います。あと最近ニュースで見たんですけど、そうですね、ナワリヌイ氏の調査チームが YouTube で新しい動画載せてて、プーチン大統領の840億円の兄弟ヨットについて暴露で告発っていうですね。このナワリヌイ氏のチームはいろんなこういった暴露してるんですけど、それは結構私は実は昔から見てるんですけど、まあ今までこんな情報を YouTube で私が日本語で言っても多分誰も興味ないし、あれだけど、多分このご時世の中だから日本人も興味を持ってくれてるのかなって思います。そうですね、大体こんな感じですね。まあ引き続き経済制裁とかもいろいろロシアに加わってるんですけど、まだ多分直接的な影響はまだまだかなですね。本当にまあパニックになってロシア国内でいろんなものを買い占めたりとかあるんですけど、多分これからもっといろいろ出てくるかと思います。また新しい情報があればその時お伝えしたいんですけれども、あと最後私アシアからのお知らせなんですけど、今回はサタデーステーションっていう番組に取材してもらって、インタビューとか私は自分の意見とかいろいろ言ったので、3月の26日土曜日、番組自体が20時54分からぜひ見てください。では本日も動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。